欧州館受験生の皆さん、こんにちは。欧州館ノア塾長の飯塚です。今日は5月12日日曜日ですね。欧州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか？今日もですね、今日曜日の朝撮影させてもらってるんですけれども、受験生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか？今日も日曜日なんでね、朝10時これからね、夕方に向けて授業ずっと入っていくんですけれども、今日5月12日っていうところで、欧州館ノアの塾生にはですね、一つ勉強の次の目標っていうと7月7日にですね、首都圏模試があるんですね。そして7月20日っていうので、ほとんどの学校がそこで1学期終了という感じになりますので、次の模擬試験まで約2ヶ月ですね。それで1学期全体で、2ヶ月ちょっと、約70日あるんですけれども、そこまでにね、どういうふうに勉強していったらいいのかなと、何を重点的に勉強していったらいいのかなということをちょっとね、お話ししようかなと思います。2月からですね、新学期っていうのがスタートしてまして、学校の勉強は4月からスタートですよね、新学期で。で、大体今1学期の中間地点と、一般的に言えるかなと思うんですね。で、ここまでで皆さんのそれぞれの課題っていうのがみんな出てきてると思うんですよね。で、比較的早く勉強進めてる子、4年生、5年生から勉強を始めてる子っていうのはですね、もう一通り欧州館受験で必要なところ、具体的に言いますと理系の FS テキストとかですね、予習シリーズの5年の上下ぐらいがもう終わってですね、今6年の上あたりをねやってる子っていうのがね、先頭集団っていうのかな、結構勉強が進んでる子はそういう風になってるのかなと思います。で、今年から始めましたよとかですね、まだまだこれからちょっと頑張らなきゃいけないよっていう、大体真ん中ぐらいの位置にいる子ですね、塾のっていう子たちが大体今5年生の、上やったり下やったりとか予習シリーズでね、やってたりとかするかなと思うんですね。あるいはまだ FS テキストの理系の途中ですと、あるいは文系理系のね FS テキストの真ん中ぐらいですというような子がそれぞれいると思うんですけれども、今一人一人の子にですね、大体1学期、7月20日ぐらいまでにこのくらいのところまで終わらせましょうねというね、大きめの目標を皆さんに課題として立ててると思うんですね。で、そこのところはですね、結構やっぱりきつめなスケジュールっていうのを皆さんに提案してると思うんですけれども、それをですね、一日も早く前倒しでですね、予定が達成できるようにしてほしいかなと思います。というのもですね、やっぱり受験っていうのはですね、自分との戦いなんですけどね、みんなそれぞれね、競争試験なんですよね。欧州館であれば男女80人ずつしか合格できないわけですね。そういった時にですね、やっぱり例えば7月20日までにね終えればいいですよと言われていたとしてもですね、もし1日でも早く終わればですね、その夏以降やっていこうと思っている勉強っていうのを先取りしてやっていけるわけですよね。やっぱり上には上がいるというところで、ライバルもですね、やってる人はどんどん進んでいますので、そういうところの他のライバルがどのくらいいるのかなと、自分と同じぐらいとか自分よりちょっと低めの子たちの勉強の様子ではなくて、自分より上にいる子たちですよね。教室にいればわかると思うんですけれども、自分よりできるあの人を目標にしていこうと、あの人がどのくらいまで行ってるのかなというところを見ながらですね、自分に対して、この高めの課題を立てていきながらですね、あとはどうすればそこが終わるのかなと、つまり勉強に対しての集中力ですね、普段のですね、勉強の成績の伸び方っていうのはですね、やっぱり時間と質とあと集中力なんですよね。集中力を鍛えていかなきゃいけないので、5分かかってる問題だったら4分3分で解けるように、どんどんこう時間を短縮していける方法っていうのはどういうふうにすればいいのかなと、やっぱり早く気づくっていうところですよね。問題解いていてもですね、その問題で問われていることの重要なポイントっていうところを早く気づくっていうところなので、そこはですね、頑張って考えて、初めて見る問題だとしてもですね、今までの問題の積み重ねになりますから、今まで解いた問題の中で使えるものって何だろうと、似ている問題って何だろうと、例えば予習シリーズとかやっていてもですね、基本問題やってる子もいれば練習問題やってる子もいると思うんですけれども、必修例題で教わったことを生かして基本問題をやっていく、そして必修例題、基本問題、あるいは週テストなんかでもですね、勉強したことを生かして練習問題を解いていくというふうにですね、初めての見る問題かもしれませんけれども、今まで必ず学習した内容から
試験問題っていうのは出ますので、それをやっぱりこなしてですね、分かってるつもりだけれどもそれをできるようにするためにはどうしたらいいのかなと、しっかり復習してアウトプットのトレーニングですね、アウトプットっていうのはできるようにするためですね、問題に対してね、それを意識した勉強を集中してですね、教室の授業、そして自習の時間、そして家での学習、こういうところをね、皆さん意識して勉強する、それでいつまでに何をやるのかなっていう具体的なね、計画、これをですね、それぞれの先生から指示を受けるというような風にですね、勉強してもらえればいいかなと思います。まあ、また今日日曜日なんていうのはね、まあ、ゴールデンウィーク中もあったんですけれども、まあ、土日祝日っていうのはですね、比較的勉強時間が取れると思うんですよね、学校が休みなわけですから。そういう時はですね、合格していく子はね、1日勉強時間は7時間が目標になるかなと思います。また平日は4時間かなと、学校がある時なんかね、これがですね、まあ、授業時間も含めてです、塾の授業時間も含めて、平日は4時間、土日祝日は7時間っていうのをですね、一つ目安にしてですね、ただまあもちろん勉強時間だけを7時間やればいいっていうことではなくて、集中してですね、しかるべきやるべきことをですね、ちゃんと実践して、そういうふうにうまく回していって初めて合格できるというような試験なので、自分自身に皆さんそれぞれ厳しくね、勉強の方をやっていってもらえればなと思います。なかなかね、受験、中学受験っていうのはね、特に大習慣の受験っていうのは難易度が高いですから、難関でね、辛いなと思うところも多々あると思うんですけれども、それがですね、必ず皆さんの力になってですね、大習慣に合格、必ずね、役に立つような勉強、力になっていきますので、引き続きですね、1学期の過ごし方、後半戦のやり方としては、まあ、理系科目、算数科目っていうところに力を入れつつですね、集中力を持って勉強するというようなところに、力を置いていってほしいかなと思います。またですね、夏2学期以降っていうのは逆に文系とか作文に力を入れていけるようにしていった方がいいと思うんですね。まあ、今の時期もですね、文系作文一応もちろんやってください、やるんですけれども、算数理系っていうのを早めに仕上げちゃった方がいいと思います。なぜならばですね、算数理系っていうのは1回できるようになると忘れないんですよね。復習の時間それほど取られなくても維持していく勉強になっていきます。ただですね、文系とか作文っていうものはですね、どっちかというと何か覚えなきゃいけないっていう科目じゃないんですよね。技術的なものになりますので、それはどっちかっていうと算数が仕上がって落ち着いた段階で後半戦に文系あるいは作文というようなものをですね、また集中してね、勉強していくというような感じの大枠の流れとしては、そんな風に考えてもらった方がいいんじゃないかなと思いますので、まあ、できるだけですね、まあ、塾生諸君はですね、前倒し前倒しで理系算数分野をこの時期には仕上げるというような意識で、やっていってもらえればいいかなと思います。あとはまあ個別にね、それぞれ、何かあればお話ししていきますので、相談等をね、困ってる子は言ってきてください。では皆さん、大習慣絶対合格に向けて頑張りましょう。